こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キラーファンタジー始めていきましょう。昨日夜中まで配信見てたから、眠い。朝のトレーニング気持ちいいの。頑張ってるわね。大丈夫よ、練習したでしょ。いろいろ仲良し度がアップですね。あとでまとめてこの辺は見ましょう。ちゃんと適度に休憩もしていますか。いい感じよ。お使いですか。行ってきます。さあ特訓ですね。気合を入れてくぞ。濡れたままにすると指板にカビが生えるらしいですよ。お、そうなんだ。ちょっと急がすかっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。私が頑張らなくちゃ。劇場版公開で舞台挨拶昨日やってましたね。そうだね。それはないよ。よし来た。ニューゲームの雫？よし。え？ああ。よし。
どうだろう。目の前に。それなら。ぐへへ。ん？お。いらっしゃい。素晴らしいです。え、ドラえもんかな？何？ん？いや。どうして？うん。さすがです。うん、確かに。よし。残念。それは。植物？それでも、うんうん、よし、はい、ありがとう。よし、え、これあのうちこプロか歌い早いのかな。なに、こーら、お、どうして、どうだろう、つまりいいな、お金、あ、ああ、なるほど。ところで、ん、はあ、何？あると思います。問題ない。感謝。いやあ。よし。うんうん。して、そうですよ。これニューゲームの世界か。コミックガールズ、ミッキーでよかったっけ。そうか、彼女も漫画描いてんだ。こんにちは。こんなとこ、はい、牛肉がみたいに言うな。玉ねぎ、玉ねぎあったらね。はい。すごい。もしかして。そんな。なるほど。でも、トーリル温泉の番組で魔法少女を、えー、どうしたんだい、マッチ、つかめないですね、あれ、白いもの、まあそうだな。どうだい？やれやれ、
これね、最後かな、アニマエール。あれ？静かだな。鼻だと思ってた。そうね。いえ。ちょっと。やめて。ん？その。ちょっと。ちょっとばっかり。詰めているよ。ひゃん。え。ん？長さが全然違いますね。更新しないよ。これガチャできるんじゃないでしょうか。おはようございます。今日も頑張りましょう。おお。行きましょう。金色郵便局とヤギさんの手紙、期間限定ピックアップ召喚。来るんじゃないの？一番はしごが。これはひょっとするかもです。お、ハルカーレシーブ。おお。トーマス・エミリー、のどことね、星音です。こんにちは。私は僧侶のトーマス・エミリ。焦らなくても日本語で大丈夫よ。それにしてもこの服、クレアが選んだのかしら。こんな格好勘弁してほしいわ。恥ずかしい。すごかったです。次回も頑張ります。楽しみ。金髪が似合う可愛い衣装が多そうですね。こいつだ。今日も一日平穏に過ごせますように。
うんうん。ありがとう。ラジャ。やったレベル。ワールドクラス。どういうことなの？うんうん。なんで3枚？怒りますよね、これは。ひどいよ。みんなと一緒にいると悩むのがバカらしくなってくるよね。うんうん、まあ断言できないぞ。え？クリメント。えへへ。確かに。えへ。日暮かなだよ。よろしくね。ほのかとは幼馴染なんだ。こいつだ。私が好きなのはアリスですよ。どうかな。ありがとうございます。お、これは嫉妬心満々だろうな、アリス。そうか。へっへー。どうして？ヤッホー。おっと、すごいです。どうかぜ、なんか出てきた。みんなと一緒にいると悩むのがバカらしくなってくるよね。それは知らないって言うだろうな。
いろんな人が。違うわ。どういうこと？そうだね。もしかしたら。違うわ。どうして？だなも一日平穏に過ごせますように。これで終わりか。エトワリアにも金髪が似合う可愛い衣装が多そうですね。先生も一緒にやってみます。日に焼けやすいので。おはよう。要件は？今のおすすめ。何もないか。35なんでまだまだ足りないですね。
好きなおにぎりの具は梅干しと鮭かな。他のも好きだけど。やりました、クリオーブ。私の家具に不備の二文字はない。エトワリア、さて、ちょっ、一瞬ぐらいはいけるよね。私もご一緒させてもらおう。いたしかたなし。下がって、私がやるから。んー、ダメだ。今は我慢の時だね。覚悟してもらうぞ。やめて。おい、回復が追いつかない。ガンガン攻めるよ。少しだけど手伝わせて。私も協力するよ。行こう。何かのもう。よいしょっと。どうだった？コーヒーは。俺間違えた。こっちだ。行くよ。さあ、トロピカルビッグウェーブ。私たちとやる気ってわけね。半端な攻撃は通さないわ。やってくれたわね。きっと大丈夫。この私が盾となる。ちょっとねえ、大丈夫なの？やってくれたわね。手柔らかにお願いしたいです。はあ。夢も希望もな、サナいいとこ、何ちょっと、その調子、お待たせ、それこれをこう、司法中の司法よ。心配はいらないです。この技なら、早く動かないと。
少し待ってください。ここをこうして。できました。超強力。どうぞ。皆さんのおかげです。面白いけど地味な作業だな。アヤの方が向いてそう。はい、ということで、私たちもやればできるってところを見、先生も一緒にやってみます。エトワリアにも金髪が似合う可愛い衣装が多そうですね。キラーファンタジア金曜郵便局とヤギさんの手紙やっていきました。次回からおそらく新しいイベントやると思います。また見てください。そしてよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。このキラーファンタジア動画集プレイリストに記録しております。説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。またブログ、ツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載します。よろしければ見ていただければと思います。ツイッターのフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。